よいしょ。よいしょ。はい。お疲れ様です。よいしょ。今日はね、ちょっと巻き取りを、急遽巻き取りを積むことになりました。ということで、巻き取りを積む準備をします。よいしょ。八方が50枚あるから。よいしょ。とりあえず八方はね、今日は使わないんで、もうほぼほぼ1枚も使わない。八方1枚も使えへんから。よいしょ。ちょっと八方、使わない八方を、ちょっと、片付けます。よいしょ。離さない。50万あるから。めっちゃある。えいっ、うん、マスク。
どこ行った？よいしょ。朝気持ちいい。掃除してんけど。よし、大丈夫だ。あれ、もういいわ。オッケー。よっしゃ。よっしゃ。じゃあ、巻き取り積んでいきます。一応こんな感じで前はラッシングベルトをするのはちょっと前に垂れるようにです。で後ろラッシングバーを貼って上にコンパネ引いて置いてます。コンパネがもうちょっと大きいやつだったらば後ろまでできんねんけど、ここで十分です。タップを使わないんでね、ケツ積みとかケツからハンドリフトで積み込むような荷物だったら発泡いらんときこれがいいです。コストとかコストコとかこんなんがいいかもしれないですね。はい、じゃあ積み込みしていきます。